こんにちは。おっすおっす。スーパーロボット対戦 A ポータブル縛りプレイ、やっていきます。縛り内容の詳細は、概要欄で確認をお願いします。ということで前回、七節を破壊し、シャドウミラーが出てきました。オリジナル勢力の登場が13話と考えると早い気もするけど、全話数の3分の1で登場すると思えば全然普通な気もしてくる。他の組織と違って暗躍多めの組織なので、ちょこちょこ出てくるけど出番は多くないみたいなのが多めです。まあそのうちもうちょっと出てくるようにはなるでしょう。ちなみに主人公がソウルゲインの場合はラミアがバイサーガに乗ってきましたが、じゃあアンジュルグは?と聞かれたら、普通に量産されます。なお性能はラミアが乗ってくるのと違いはない。どうなってんの?量産されるソウルゲインとかいう不思議な絵も見れます。名前だけこっそり出てくるホウメイさん。ホウメイさんってスパロボ出たことあったっけか。海に基地なんて作るから。軽く穴が開いたら海水が流れ込んできて一大事って、基地として良くなさすぎだろう。せめてガンダムみたいになんか謎のバルーン的なやつで応急処置で即穴塞げるようにはしたい。いやドラグーンが銃聞いた方がありがたいです。イーワック代を10個もくれるんだろ?パイロットぐらい一般兵でもなんとかなる。そしてなんかしれっとやってこようとしてるグラさん。ジオンから抜けたの本の2話前とかなんですが、根回し早すぎんか。完全に怪しいと思ってます。かけらもごまかせてないです艦長。余裕ですである。おとぼけ艦長が一番怖いってそれ昔から言われてる。ということでいきなりですがシナリオスタート。敵はバーム。こちらはケイラのリガズイです。最近チェーンがリガズイに乗ってるところばっか見てたから、ケイラのリガズイが新鮮に見える。そして自分部隊はケイラのみですが、味方 NPC でドラグーンが4機。乗ってるのが連邦兵なので、流れるのは愛戦士である。機体はドラグーンですがね。そんなわけでまずはケイラが落とされないように時間を稼いでいきたいところですが、ドラグーンが強すぎてズバンザーぐらいは楽々落としてしまっている。下手にケイラが攻撃しても、HP が減ったところを連邦兵に取られるだけなので、何にもしないが丸い。
強いぞ。そこだ。なんか上にドラグーンが短期突撃していったので、さすがにボコられてます。ドラグーンの強みは相互に効果のあるイワック台なので、短期で突撃しても特に何もできずに破壊されるだけです。まあ当たり前、固まって戦ってたらしっかり強いんですけどね。まあ個人的には早いところ前期落ちていただきたいんですが、押し入れに無理やり突っ込んだら奥に入れたものが取り出せない的な。整理整頓をしっかりして片付けはしましょう。わざわざ説明してくれる。地上ルートを通ってきた場合、なでしこが出撃できる初めてのステージが一応ここなんでね。そんなわけで味方増援が到着しましたが、出撃できたのはダイモス、アキト、山田の3人のみ。出撃したスペースから続けなかったんでしょうかね。魂の名前が一向に認知されない山田。本人が白い悪魔的なあれって言っていたので、名前というか通りならしいです。多分この先も認知されることはない。さてそんなわけで敗北条件もリガズイの撃墜から味方戦艦の撃墜に変わったので、何も気にせずに攻撃していこうと思います。とりあえず HP 削った敵を落とされるので、さっさとドラグーン部隊は全滅していただきたい。ズバンザーそれなりに落とされちゃったので、資金と経験値が。雑魚の経験値は今一番欲しいものなのに。ということでなんか一気残りました。しぶとい。そういえば味方 NPC のイワックって自分部隊にも効果あるんですかね？一応緑の第三軍ではなくて青の味方 NPC なので、効果ありそうな気はするけど、どうなんでしょうね。今回の出撃メンバーはこんな感じ。戦闘力より下の方のレベル上げしたいやつ優先って感じ。このステージはそんなに強い敵も出てこないので、ドモンとかはいなくてもなんとでもなるでしょう。ひとまずはこっちに寄ってきてるズバンザーとダリの撃墜から。ドラグーンに落とされる関係でなかなか攻撃できずにいたから数がいまいち減ってない。この程度ならまだいける。リガズイ相変わらずかっこいい。個人的に好きなモビルスーツその1です。ちなみに本作のリガズイは宇宙適性が S なのが特徴。代わりに武器の地上適性が B のものが多いことと、攻撃力が宇宙世紀モビルスーツらしく低めなのが弱点。バックウェポンシステムの燃費は意外と普通。 A ポータブルならもっと悪いかと思った。なお相変わらず分離ができ、モビルスーツ形態になることが可能。落とされてもバックウェポンシステムを切り離してモビルスーツになるといういつもの通り。つまり自爆システムもいつも通り使えます。
なお A ポータブルでは自爆を覚える宇宙世紀パイロットが隠しパイロットの方しかいないので、実質彼女専用の行動になります。A ポータブルは機体が落とされても修理費用が発生しないので、もう自爆しろって言ってる。なおその代わりなのか知らないけど、A ポータブルでは自爆を使用した際、脱出しても生きてても行動済みになってしまいます。なのでリガズイとかデンドロとかなんかフル改造ボーナスで自爆しても生き残る人とか、この辺が自爆を使っても連続自爆することができない仕様となっています。1ターンに無条件で2万近く出せた自爆の魅力が半減だ。HP が1残るやつとか連続自爆しろって言ってるようなもんなのに、行動済みになってどうすんねんとしか言えない。行きましょう。敵残存兵器、有効射程距離にほとんど入ってる。徹底的にやっちゃいます。グラビティブラスト発射します。発射。ということでズバンザーはほぼ処理完了。バームは大して強くもないけど数はいるし、ネームドもしっかりといるのでレベル上げにはうってつけ。この合流してレベル上げなきゃってなってるタイミングで来てくれる敵勢力としては最高です。合流後即出てきたのが木星トカゲなのは絶対に許さない。ちなみに A ポータブルではなでしこにサブパイロットが乗っていませんが、戦闘時はバリバリに喋ります。ルリルリはなんならユリカより喋るし、プロスさんは余裕で港さんより出てきます。というか港さんがあんまり出てこないんですよね。離脱とかある都合からかもしれんけど。どうせサブパイロットにいないのであんまり変わらない。一部のセリフが出なくなるだけなので、戦力ダウンとかないのがいいのか悪いのか。シャッフルドーム、ジャックインダイヤ、ジョルジュドサンド、参ります。この剣が受けられますか。やたらかっこいいシュバリエサーベル。みんな忘れがちだけど、ジョルジュは特技がフェンシングだったり、そもそもスーツがフェンシング服をアレンジしたものだったりと、剣の方も相当の腕前。なんかバラのビット飛ばして遠距離でチクチクやるだけの人じゃないです。なんならジョルジュって接近戦すること割と多いよね。グランドとかしかり。正直いつも思うことは、ローゼスビット周り以外の必殺技あってもよかったのよと。もうちょっとシュバリエサーベルを使った技とかあれば、いろいろなゲーム的にも見栄えしたでしょうに。結果いつも行き着く先はローゼススクリーマーによるマック兵器要因ですよ。仕方ないといえば仕方ない。ということで残りのダリは AI が2機、バルバストライザの手足なしのものが2機です。なんかリヒテルのガルンロールが突撃してきていますが、一旦無視しましょう。ちなみにこのステージのガルンロールは HP 減少で撤退しない。最高かよ。HP 減少でボスが撤退するとかいう文化良くない。なお撤退しないので一応誰でも落とせる状況ですが、応援とかの限りがあるのも事実。今回応援を使用できるのはユリカとタップの二人のみ。結構ここまで雑魚の撃墜に応援を使ってたりするので、足りるかと言われるとなんとも。努力を使えるやつで一体ぐらい落としても良さそうです。ちなみに努力を使えるのが誰かと言われると、ケイラ、チボデイ、カズヤの3人。結局いつもの感じでした。そして一応応援はまだ3回使えるので、バルバス、ライザ、リヒテルの分は足りてるな。この後増援でボスは来ないので、ここで応援を使い切ってもいいと言えばいい。でもカズヤあたりは努力でボスを落として一気に上げたい気持ちもある。なんとも言えん。そこか。
これが地球人の力か。たわいもない。行くぞ。待てよ待てよ待てよ。援護するぜ。行くぞ。マスターミサイル連射だ。地球人め、調子に乗るな。多分仕方ないことなんでしょうけど、バスターミサイルって言われるとこれしか出てこない。技名を叫ぶのって大事なんだなって思いました。俺たちも行くぜ。宇宙艦稽古。カッペ、いつでも行けるぜ。こっちもいいわ。分かった。バルバスを撃墜。そういえばこっちの戦闘アニメ見てなかったけど、まあいっか。そしてカッペイがレベル15になり、熱血を覚え、スペースコンビネーションアタックを使用できるレベルに。ボス撃墜の土台は先にきっちりと作っておきたいところ。正々堂々と勝負だ。用意はいいかい君たち。いつでもいいぜ。よしよし、コンビネーション、そしてライザも撃墜。バンジョーさんはレベル14までしか上がってくれていないので、もう1レベル上げる必要があるか。まあ適当に戦闘していればどっかで上がるだろう。ということで残りはリヒテルのガルンロールのみです。撤退しないので何も考えずに雑殴りしましょう。この一撃にかける。三流コン、やってくれたら大ボス。死ね龍崎和也。やるなリヒテル。なんかリヒテル久々に見たけど、相変わらず専用セリフのオンパレードですね。攻撃、被弾、反撃、被弾のセリフ4つが全部専用セリフになるのが日常な人たちはさすがに違うな。ところでこのステージのリヒテル、なんか HP が 30% を切ったタイミングで会話がチラッと入ります。え？今のだけ？なんでわざわざ入れたんだ今のテキスト。 HP30% 以下になった時とかいうフラグをわざわざ用意して。うむ、やるなの一言。謎のセリフです。この一撃にかける。ダブルブリザード。必殺烈風聖剣突き。
ということでリヒテル撃墜。結局いつも通り龍崎和也でしたが、努力かけて落としたかったし仕方なし。ということでリヒテルが撤退し、アイザムの登場とともに出てきたゾンネカイザー。そんな中突如現れるグラサン仮面。アムロはふんわりな感じですが、これらラーは 100% 気づいてますね。まあ気づかない方がおかしい。抵抗すると無駄死にをするだけだってなんでわからないんだ。HP 多い系雑魚筆頭のゾンネカイザーさんです。超弾性金属で覆われてて攻撃が効かないなどの仕様は全くありませんが、とにかく HP が多い。2万9000とかいう HP をしたやつがいきなり6体も出てきてる時点で。なお HP 以外の性能はまあまあ普通。特に装甲が高いわけでもなければ、攻撃力が高いわけでもない。とにかく硬い。それだけって感じの機体です。なおもうちょっと進むともっと硬い奴らがわらわら出てくる。本当に雑魚機体の HP が高いゲームだと思います。まあゾンネカイザーは適当に殴りましょう。レベルもそれなりにあるので、経験値はしっかりもらえます。あとは残弾とかエネルギーとかが結構しんどい感じですが、その辺はなでしことかモビルファイターに頼りましょう。タップで補給してもよかったな。毎回 D2 に補給装置がついてるの忘れる。俺って結構やれるじゃん。パターンさえ分かれば怖くない。敵がフラビームランスらしいけど、どの辺がビームなのかよくわからない。中に入ってた発光部分がビームなのかもしれないけど、ビームというよりヌンチャクなんだよなあれ。とりあえずなんかブインブイン動いてました。ちなみにゾンネカイザーは戦闘ロボではなくメカ戦士とかいう新しいくくり、スーパーロボットアニメにありがちな途中で出てくる上位互換的な存在。メカ戦士はさっきちらっと出てきたアイザムが作った新型兵器で、要は強いやつ。別にアイザムが作ったものだけがメカ戦士なわけでもない。ちなみにスパロボにはメカ戦士って3種類しか出てきてないらしい。もともと6、7体ぐらいしかいないらしいし、まあ妥当なのかもしれない。まあゾンネカイザーとギメリアは見た目もかっこいいし、よく出るのはわかる。照準内に入った!当たれ!その動きは全て見える。さてゾンネカイザーは着々と減らしていきつつ、ヤマト森を突っ切ってきたグラサン仮面です。
避難しようとしたら思いっきり狙われてたので、諦めて合流することにしました。このゲームのシャアですが、とりあえずエースボーナスが最強。周囲の味方機体の回避、命中が 10% 上昇するというもの。要はイワックです。これに強化パーツのイワック賞を合わせると、合計で 25% の上昇。30% 上昇のイワック台とタメを張れます。なんならイワック台と一緒に効果範囲内にいると、さらに 10% 盛ることも可能。とにかくこの命中率に難がありすぎるスパロボにおいて、命中率を盛れるという最強キャラです。D3 に並べるとかいう時点で最強。しかも機体は何でもいいので、フル改造ジムカスタムとかに乗せておくと、味方の回避命中を上げつつ敵の気力を下げるとかいうヤバい機体が生まれます。最強のサポート。照準内に入ったか。沈め。その程度の腕で私を沈めることはできんよ。で、この人正体隠す気あんの？シャア、じゃないんだわ。BGM がシャアが来るのまんまで、隠す気が微塵にも感じられない。なおどうやら周囲に正体があまりバレないらしく。アムロ、ブライト、ララー以外の人にはシャアだとバレるのはすごい終盤らしい。プレイヤーには隠す気は微塵もないのにな。そして当然ですが、追数は前までシャアとしてジオンにいたので、このグラさんはグリプス戦役に全く関与してません。クワトロがいないグリプス戦役って成り立つのかちょっとわからない。アムロがいたらしいからなんとでもなるんだろ。なので当然カミーユとも初対面です。もちろんフォーやロザミーなど、ゼータガンダムに出てた人らとの面識もないので、突然カミーユを止めるよくわからない人になります。カミーユからしたら何急に知った風に悟してきてるんだこのグラさんって感じでしょうね。ちなみに蒸気の百式はあんまり強くないので特に出番はないです。メガバズ打ちたい人だけが使う、ある意味いつも通り。フルアーマー百式回とかは本作では出てきません。いざ、参ります。ローゼスビット。ということでこれで最後のゾンネカイザー。数はそれなりでしたが、特に苦労することはありませんでした。これが大変になるのはターン制限とか。他のボスと一緒に出てきたとき。だいぶ言ってることめちゃくちゃ。アイザム目線では理にかなってるんでしょうが、リヒテル目線じゃ意味わからん。君を笑いに来た。とは言わないんですね。そしてまさかのレディーさんからの紹介。そしてまあこのブライトの反応的に、レディーさんは正体を知った上で送り込んできてるんですよね。やはり A ポータブルでの黒幕はレディーアンだった。
ということで平和解放軍です。いつもいろいろな軍の兵士のアイコンが使われますが、今回出てくるのはバームと連邦兵のみ。変わったんですかね。今回は逆襲しないでね大佐。平和解放軍という存在がある関係上、リリーナとエリカって接点作られがちですよね。やろうとしてることほぼ同じですからね。リリーナの方がだいぶやり方やばいけど。ということでクリアです。正体隠す気さらさらないグラさんが仲間になったので、エースボーナスの取得を目指していきたいところです。そんなわけで今回はここまで。それではご視聴ありがとうございました。